ニコとは、ウィルコム向けに供給された WSIM に対応した、ネットインデックス製の PHS 音声端末である。ペットネームであるニコは、ナイスコミュニケーションの略とされる。後継機種として、赤外線通信機能を搭載したニコ、安心だ、フォンのニコがあり、このコーデは、両機種についても合わせて述べる。数量限定販売だった。 WS-001inTT の後継機と見られ、メニューなどのインターフェースは TT を踏襲している。マーブルチョコをイメージしたシンプルなデザインのストレート型端末で音声通話とメールに特化しており、ウェブブラウザもカメラも搭載されていない。USB 端子は充電用で、モデム機能などは搭載されていない。E メールの送受信には、a i r エ以前の機種で、 一般的だった h e m a i 機能を使っているが、2014年3月31日をもって H リンクサービスが終了したため、同年4月1日以降は当端末での e メールの送受信、オンラインサインアップが不可能になった。h e m a i を使用しているため、送受信が早い、他機種から WSIM を差し替える際にオンラインサインアップ不要などのメリットがあった。その反面、 メールを自動受信する設定にしておくと、設定の遺憾に関わらず受信と同時に、サーバーから削除されるため、他の W しむきと併用している等の理由から、サーバーにメールを残しておきたい場合、自動受信をオフにせねばならなかった。2006年7月13日に販売開始。標準ラインナップとして、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク、チョコの5色が発表され、 その後医療福祉機関向けとして、抗菌加工が施されたグレー抗菌モデルが2006年11月に追加発売された。さらには、WSIM 対応機の特徴である少数ロットでの生産が可能である利点を活かし、様々なコラボレーションモデルが発売されている。赤外線通信機能や海外ローミングなどを追加したモデルで日本工業企画。 ジス Z2801 準拠の抗菌加工を採用している。型番は変わらず、WS005 イン。2007年12月6日から順次発売が開始され、ソーダブルー、メロングリーン、シトラスオレンジ、ピーチピンク、レモンイエロー、セサミグレーの6色がラインナップされている。デザインは2個とは逆で、ボディ色が異なり、キーは各色共通して白。 また原色を使った2個と異なり、パステル調のボディカラーとなっている。その他の機能に変化はないが、ハードウェアの作りが一部異なるため、電池パックなどもそれぞれ違うものとなっている。2009年7月3日に発売開始、2個同様型番の変更はない。カラーはホワイトピンク、ホワイトブルーの2色。2個プラスをベースとした機種ではあるが、子供向けとして、 通話先を制限した安心な本向け製品。E メール機能が削除され、契約プランに関わらず発信先、電話番号が3つに限定される。契約可能プランは、通話相手先限定と定額プラン S。定額プラン S で契約した場合は、契約者が自分で3つの電話番号を登録、変更できる。着信は契約者が事前に登録した電話番号からのみ可能。 それ以外の着信は無視される。いずれも2個をベースとしている。エッ e m a i l ウィルコムホームページ一部サービスの終了についてウィルコムプレスリリース型番は2個用がグラブラプル100、2個2個用がエルサラプル100。ただし、ウィルコムのサポートページによれば2個にもエルサラプル100を使うものがあるように読める。前者が電池ケーブル付き、後者はケーブルなしのため、 外形から判別は容易。写真で見る、ニコ、ネコウィルコム、ニコ、マーブルを従来限定で発売。ありがとうございます。